どうも、アトクです。新峡谷の本戦第2回に参加してきました。で、今回、重装騎兵カスタムっていうテーマで、無課金ならセレクトする重装、この2体だよねって言って、壊れてからの復帰が早いルミナリと、多分無課金みんなが持ってないブレードエンジェルをおすすめしたんですけど、試合始まってから、重装画面いざ開いてみたら、あれブレードエンジェル使えんぞってなって、で、出撃画面開いてみたらこれですよ。うわ、ルミナリ2体おるって。ブレードエンジェルも前ここに入ってました。どれを選んでも不公平にならないように、なるほど、こういう仕様にしたんですね、という感じです。ブレードエンジェル、新型の重装で強いっていう話なので、全然いいと思うんですけど、そもそも僕がブレードエンジェルをおすすめした意図っていうのが、手持ちの重装とこれ交換になると思ってたので、5体編成よりは絶対6体編成の方が強いよねっていう、そういうつもりでのおすすめだったのが外れちまって、なんというか、すいません。ちなみにですね、僕、レンタルしてきたこのブレードエンジェルとルミナリにですね、海軍のね、チップをね、めちゃめちゃ載せていたんですけど、借りてきた重装、これ2体とも陸軍ですね。なんかちっちゃく兵種変更するボタンがあったらしいです。でも多くの空軍使い、海軍使いの皆さんは引っかかったんじゃないでしょうか。これはね、普通にわかんなかったです。運営さん、次回よろしくお願いします。で、もう一つ、これ僕焼かれた後の出撃のことなんですけどね。これですね、ちょっとこれ時間経った後なんですけど、これ全重装が同じ修理時間になってるの分かります？そう、前回の動画で、パーフェクトフォームのルミナリさんは6分で戦場に復帰できるよって言っておすすめしたんですけどね。いや普通に修理10分かかってました。なんでや！誤算も誤算、大誤算でございます。これ借りてきたルミナリの仕様なんですか？それとも、もともと峡谷では6分でルミナリは修理できないとかそういう特殊仕様なんですか？ちょっと自分のルミナリが8段階目までまだ育ってないので、ちょっとこの辺わからないです。ご存知の方ぜひコメント欄で教えてください。とりあえず6分で回復できなくてすいませんでした。ということで前回の動画なんやってんという動画でございました。で、せっかくなんでおまけ情報も。今回の第2回からですね、スタート地点からの進軍ができるようになりました。これで移転が尽きても一応動けるようになりましたね。相変わらず決勝ラボとかはポップしないので、スタート地点からずっと採集するみたいな戦法はちょっと使えないですね。で、試合自体はですね、今回結構ええ感じのマッチに混ぜてもらえて、試合に勝たせてもらえたのもいいんですけど、なんか同戦力隊の方がちょこちょこいらしてですね、結構やってて面白かったです。運営さんたちもね、なかなか面白いマッチング組むの難しそうな感じなんですけど、引き続きご尽力いただければと思います。この動画が気に入っていただければ、ぜひぜひコメント、高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは、ビビアミトップ4関連の情報をマイペースで配信しております。良ければチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、さよなら、さよなら、さよなら。